どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。今日なんですけれども、うさぎのお野菜を食べてる咀嚼音、癒されるなっていうコメントよくいただくんですけれども、その中でね、僕はよくライブ配信をやってて、で同じようにね、僕の咀嚼音も結構好評みたいなのでね、今日はちょっと若げた企画ではあるんですけど、農協かな、うん、地域の、まあ、農家さんが、野菜を納入して販売してる直売所に行ってきて、新鮮なお野菜をね何種類か買ってきて、それをね、まあ、ウサギが食べてる咀嚼音と僕が食べてる咀嚼音、どっちが癒し系なのか、ちょっとね比較をしていきたいと比較をしてみたいなと思ってね、ちょっとこれから野菜をね買いに行きたいと思います。はい、お野菜を買いに行こうと思ったんですけどね、ちょっととある理由でこういう木材とかパネルを購入したのでね、一回これを下ろしてそれから買いに行きます。着きました。それでは買い物行ってきます。はい、ちょっとねお腹が空いたんでうどん食べてそれから帰ります。めちゃくちゃねコスパのいい野菜が見つかりました。はい、ということで購入してきたお野菜はこちら、葉人参、ん？合ってるかな、とは特大のセロリ、こんなでかいの見たことない、300円。これはあれいくらだったかな、後でね明細はあるんで見ていきたいと思います。はい、そしてリンゴ2玉ね、でパプリカというかピーマン2袋100円、100円でした。激安、これだけ買ってね1000円いきませんでした。じゃあこれを早速みんなで楽しく食べていきたいと思います。いやー、かわいい、かわいいしかない、かわいいの塊だね。さあ今日はちょっとね動画のさ、はい、また別日なんですけれども、あのね、あれ買ってね帰った直後ぐらいからなんかねおかしいな、体が痛いな、首が痛いなと思って、で野菜を一回保存して、あれだ、次の日に撮ろうと思ったんですけど、次の日がさらに痛くなって、結局ね撮影ができずにあげるだけになっちゃいました。なのでまたね別のところに買いに行きます。あの特大セロリはね、まあ、惜しいんですけど、またね、機会があれば買いに行きたいなと思います。いやー意外と遠かったけど、やっと到着しました。それではね野菜を見ていきたいと思います。はい、ということでね購入品紹介、購入してきたお野菜紹介したいんですけど、結構ね大きいものがたくさんあるんで、帰ってからねゆっくりと紹介したいと思います。帰ってまいりました。改めまして今日購入したお野菜のご紹介です。はい、まずこちらズッキーニ、こんなでかいズッキーニ見たことないな、なんかめちゃくちゃでかいヘビを持ってるような感じですよね。はい、こちらと、はい、ヘチマ、これ袋に入りきってないですね。はい、こちらねヘチマ、はい、ピーマン、この2つ、なんかこれでも十分多いんですけど、こっちもっと多い、これ両方ともね、作った人は一緒で100円。なんだろう、種が多いのかな、ちょっとそれはね開けてみないとわかんないんですけど、でこれはまた違う方作ったんですけど、これまあ普通よりも値段は安めですね、130円ですね。ただこれで100円、すごいな。そして小松菜、これは本当にねカルシウム分が多いから
あまりねたくさんはあげれないんですけど、はい、こちらも買ってまいりました。で、最後がこちら、葉っぱ付きの人参ですね。はい、さあ、そしてね、食べている様子はあの ASMR 対決っていうのも兼ねてるので、ちょっと僕の首ですね、こちらをねしっかり、あと1日で直してから明日撮影したいと思います。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ちょっとこれではね最後、なんだろう、うさぎのチャンネルなのに全くね、期待された方に申し訳ないんで、ここでね懐かしい動画を流しながら皆さんとお別れしたいなと思います。はい、今後もねこういう直売所ってね、やっぱりすごい新しい発見があるなって改めて思ったので、また今後ね仕事のお昼休憩とかでね近くにもあるので、ちょいちょい通ってみたいなと思いました。で、今後もね、こういう面白いお野菜があったらみんなと食べていく動画もねどんどん出していきますので、いいなと思った方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画を出してます。そして他のチャンネルもですね、いくつかやってますので、よければ概要欄のリンクからご覧いただけたらと思います。こちらにね、画面に出ている動画もチャンネルもおすすめですので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。